おはようございます。今日の完食のコーナーを始めて以来もうお菓子のことばっかり考えてます。何を食べたのかなと思って、今日はこの岡崎京子さんのピンクという本の中で主人公たちが美味しいと言っていたマクビティのダイジェスティブクッキーにピーナッツバターを塗ってバナナの薄切りを乗せて食べると最高に美味しいんだよーんと単行本62ページに書いてあるので、マクビティ、あ、逆や、マクビティのダイジェスティブクッキーを買ってきました。そして出来上がりがこちら、このようになっております。ちょっとピーナッツバターがなくてピーナッツクリームなのが心配ですが食べます。あ、こらうまい。そらね、マクビティのビスケットだけでも美味しいんですよ。うん、高級感が増します。うん、うまい。